よろしくお願いします。臨床工学技士の三浦です。現在は岩手県立中央病院で働いています。出身地は一関市、出身校としては県立一関第一高校と、卒業してから東海大学へ進学し臨床工学技士となりました。と、仕事の紹介の前にこちらのスライドの方にあるワンコ兄弟、そばっちの隣にいるイノッチというキャラクターなんですけれども、こちら臨床工学技士をモチーフにしているキャラクターですので、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。それでは臨床工学技士の紹介をしていきたいと思います。一言で言うと、病院の中で使用する医療機器のスペシャリストだと思います。臨床工学技士が使用する機械の一例としては、心臓手術の際に使用する人工心肺装置、こちらは人の心臓と肺の代わりをする機械、医療機器となっております。あとは血液透析装置、こちらは腎臓の代わりをする医療機器となっております。あとは手術支援ロボットの保守点検だったり、あとは人工呼吸器、こちらは人の呼吸を助ける医療機器ですし、新型コロナウイルスの治療の際にもニュースになったりしましたが、エクモですね、こちらも心臓や肺の機能を助ける機械になっておりまして、こういったも生命を維持するための生命維持管理装置の操作や保守点検を行うのが臨床工学技士の仕事となっております。このことから臨床工学技士は命のエンジニアと呼ばれていたりもします。ここまでの話ですと、機械を扱うだけの仕事と思われるかもしれませんが、医療機器を取り扱うだけではなく、医療機器を通じて患者さんとの関わりもあったりします。例としましては、血液透析の際ですね、患者さんと会話をしながら治療に必要な針を刺す仕事があったり、あとは患者さんと会話をしながら心臓を助けるペースメーカーの点検を行ったりもします。また病院では医療機械を使うのは臨床工学技士だけではなく、医師や看護師も医療機器を使用しますので、そういった医療スタッフへの医療機器の操作説明を行ったりするのも臨床工学技士の仕事となっております。臨床工学技士のやりがいや魅力ですが、現在の高度最先端医療には医療機器は欠かすことができません。そんな医療機器の専門家であり、命をつなぎ止めるような医療機器を使用することもありますので、強い責任感を持って仕事をすることができます。また仕事をするだけで、臨床工学技士だけでする仕事はそれほど多くありません。チーム医療の一員として医師や看護師、その他医療スタッフと連携をして医療に携わることができるのも臨床工学技士のやりがいや魅力だと思います。高校生のうちにやっていた方がとしては、仕事柄数字を扱うことも多いですので、理系科目、数学、生物、物理、科学は勉強していると役に立つことが多いです。ただし先輩たちの中には文系から臨床工学技士になった人もいますので、現在文系で勉強されている方でも臨床工学技士に興味がある方は臨床工学技士を目指すことができると思います。また臨床工学技士の仕事に、臨床工学技士という仕事を知らない人も多いと思いますけれども、今回紹介したようなもの以外にも様々な分野があり、また病院によっても異なってきます。臨床工学技士に興味がある方も、今回初めて聞いたという方も、ぜひ臨床工学技士を調べていただいて、その中に興味のあった仕事があれば臨床工学技士を目指していただければと思います。臨床工学技士も国家資格ですので、高校を卒業した後、大学、短期大学、専門学校を卒業することで臨床工学技士の国家試験資格を取得することができます。そして臨床工学技士の国家試験に合格すると、臨床工学技士の免許は取得することができます。臨床工学技士になるためには、東北ですと宮城県にある東北文化学園大学、福島県にある国際医療看護福祉大学校があります。関東ですと北里大学だったり東海大学などがあります。あとは公立の大学としては、公立小松大学というものが石川県にあります。
その他の学校を調べたい場合は、日本臨床工学技士会教育施設協議会のホームページから調べていただけたらと思います。以上になります。ありがとうございました。